さて、パズルをしよう。はい、どうも皆様、ハシトンでございます。今回はこのアナグラマーというフリーゲームをやっていきたいと思います。あれですね、アナグラムという言葉を知っておりますでしょうか。文字をこう組み替えて別の文字にするっていう意味なんですけれども、そういったパズルゲームをちょっとやっていきたいと思います。結構謎解きとか頭使うゲームの方がちょっと自分得意なんで、はい、バカを露呈しながら頑張っていこうと思います。はい。少しでもいいと思っていただけた方は、高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで、ニューゲーム。ロビーね。はい。初級、中級、上級、ことわざ、四字熟語。まず初級からやってみるか。はい。ってことで、初級1。まあ、1だね。はい。私は冒険に出た砂の渓谷を過ぎ、滝の岩場で見たものは、むずくない？はい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 。これ制限時間はないのかな？で、ちょっと待ってね。シンプルに操作わかんないんだけど。こうで、こうかな？あ、違うな。あれ？あ、はい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 。なるほど。こういうことね。はい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 。たーで、はい。ボー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 、関係ない。これで正解のはず。よっしゃー、恋の滝登り。よし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 。どうだこの野郎、まだ初級だってな。はい。で、次か戻ります。あ、炭なってるね。はい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 。2、お祭りの露店で珍しいものが売っていた。それは異国からの輸入品。あ、わかった。ポー。で、2、3、4、5、6、7。うん、1、2、3、4、5、6。4。あ、見せた。これでどうだ？よーし！そうなんだよな。ポテチってもともとどこだったかなの輸入なんだよね。ポテチってあれもともとすごい分厚かったんだけど、分厚くて結構料理として出されてたんだけど、すごいなんかケチな客が、これをめちゃくちゃ薄くしてくれっつって、で、店員、シェフが、ブチ切れてむっちゃくちゃ薄くしたのがポテトチップスの始まりらしいよ。っていう雑談で、雑学で。はい、3つ目、どんどん行こう。はい。魔王の呪文をかいくぐる。勇者の番だ。とどめの一撃。これ OK、OK、OK、OK。簡単だね。はい。で、5か。1、2、3、4、5。1、2、3、4。1、2、3、4、5、6、7。1、2、あっとっとっと。2、3、OK、これでいける。OK、エクスカリバーやべえ、俺パソコンの前で一人で何叫んでんだろう。よし、戻りまして。まあ、もう二つ時間的に。まあ、全然いけるな。多分全部これ終わらせられるな。うん。はいはい。これは楽。はい。問題見てねえけどわかるわ。2、3、4、1、2、3、4、5、6、7。あれちょっと待って。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これ、ツタンカーメン。正解！よし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 。なんでもは知らないですよ。知ってることだけ。はい。宿屋で一泊、ナイスなメイドの？ナイスなメイドの？ちょっと考えるわ。あ、わかった。1、2、3、4。あれ違うな。2、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、6、1、2、3、1、2、3、4、5、6、7。手作りケーキ！簡単じゃないか！すごいテンションの高いえなりかずきが出てきたけどね。はい。よし。よしよし。順調にいけるか、これ。よし。
12月最大のイベントね。はいはいはい。いきますよ。1、2、3、4、1、2、1、2、3、1、2、3、4、5、6。いいアナグラムだよね。微妙に分からなくしてくるあたりね。1、2、3、4、5、6、7。あれ違う。1、2、3、4、5、6、7。で、あ、見つけた。はい、はい、はい、はい。オッケー。メリークリスマス。正解です。ということで。どうしようかな。とりあえず、あ、まあ、いや、全部やろう、全部やろう。うん。あ、違う。よし。入った。ステージ7。闇の王、ボロゼフを倒した。騒ぎやパーティー、主役が食べるのは、はいはいはい。これは分かったわ。フライドチキン。特になんもないっていうね待って、なんか微妙に分かんねえな。棒は使ってないでしょ。棒使ってない。酢使ってないでしょ。わかった。はい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 。キャロットジュースだ。正解。いいね。盤面勝負、緊迫の一戦。はい。わかった。おだろ？はぁ、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 弾使っていいよね。1、2、3、4、5。あー、言うね、大手飛車取り。よし！気持ちいい！やべ、テンション高。ラストだね、はい。よし、ラスト、10。コーヒーはやっぱりこれよね。あ、これも、これめっちゃ楽だわ。なんと、さっきのが難しかったんだな。ディオの前のバリニャレスみたいな感じだな。うん。なんか、この例え多いな。キリマンジャロ。はい。まあ、ここら辺は楽だね。よし、戻るけど、もうないね。はい。って感じで、今回は初級編ってことでね。はい。まあ、次回ね、中級編やってみようかなって感じで、まあ、こういうパズルゲームってさ、なんか、いい頭のさ、トレーニングみたいな感じになっていいですよね。ってことで、ここまでにしたいと思います。皆さん、ご視聴誠にありがとうございました。まあ、少しでもいいと思っていただけた方、高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、バイバイ。